バイマル共和国軍は1919 19年から1935年までドイツ国が保有した軍隊の名称である。共和国軍は陸軍と海軍からなり空軍は禁止されていた。ライシュベールは国の防衛を意味し、日本語では国軍、国防軍などと訳されるほか存在した時期がほぼバイマル共和制時代と一致するのでバイマル共和国軍や ドイツ共和国軍とも訳される。ただし、国防軍という語はドイツ再軍備戦言語の軍隊、すなわち、ベアマハトを指すことが多い。第一次世界大戦の敗戦とドイツ革命の混乱、ドイツ帝国陸軍を呼び、ドイツ帝国海軍は混乱状態にあった。各地や軍港では労働者と連帯した兵士が0点を、 結成し、軍隊の上下秩序も崩壊しつつあった。特に反乱が続発した海軍は、指導部及び軍令部が廃止され、海軍省が、かろうじて存続しているのみという状態であった。陸軍参謀次長となっていたビルヘルム・グレーナーは、軍の存在を図るため、共和国政府と協調することを考え、ドイツ社会民主党のフリードリ・ヒエーベルトと、秘密協定を結び、 共和国政府を支持する代わりに、軍の存続を図るという合意を得た。例ー手の左派は一時期海軍の指導権を握るほどの勢力を持ち、軍の階級を廃止して指揮官の選挙を行う、ハンブルク条項が採択されるほどの情勢であった。しかしやがて社会民主党政府が勢力拡大し、左派的な軍内部の勢力は政治的に追い詰められていった。しかし、 人民海兵団をはじめとする左派的な兵力はなおもベルリン内部に残存しており休戦協定によって兵員の縮小を余儀なくされていた陸軍にはこれを鎮圧する兵力はなかった。このため軍から退いた将校や兵による義勇軍がこうした左派との戦闘の前面に立つことになった。1919 19年1月のスパルタクス弾砲機の 鎮圧はこのフライコールが主戦力となり、移行軍内部の左派運動は次第に鎮静化されていった。共和国軍の商工団。右から2番目はアルフレートヨードル対抗進する共和国軍の将兵1919年3月6日、政権議会は暫定共和国軍の発足を認める法律を制定し、12日に交付した。 同時に統括官庁としての国軍省が成立している。4月16日には海軍も暫定共和国海軍としての存続を認められている。1919年6月28日に連合国との間に締結されたベルサイユ条約では陸軍兵力が10万人、海軍兵力が1万5000人に制限され大量の軍人の解雇を迫られた。 この辞任制限から、共和国軍は、十万人陸軍とも呼ばれる。また、共和国軍に、様々な制約が課された。戦車、装甲戦闘車両、航空機、航空母艦、潜水艦、毒ガス、中華機など近代兵器はすべて保有を禁止された。徴兵制を実施することも禁止され、参謀本部を置くことさえも禁止された。 この軍備制限に対する反発は、やがて共和国政府に対する反感のもととなり、軍の一部によるクーデターカップ一揆が発生した。この反乱は、陸軍が中立の立場を取ったこともあって失敗し、エアハルト海兵旅団など多くの参加者を出した、海軍の影響力はさらに失墜することになった。このため海軍は、 共和国の醜い警視とまで呼ばれるようになった。また軍から追われた者たちは、フライコールやその後継組織に入り、政治運動に参加することになった。1921年3月には、防衛法が制定され、ドイツ国大統領が、軍の最高司令官となるなどの法整備が行われた。この法律では同時に、軍人の政治活動や政党への入党も禁止され、軍は、 共和政治から朝鮮とした姿勢をとる国家の中の国家と呼ばれるようになった。さらに実質的な軍の指導者であったハンス・フォン・ゼークとの指導により、軍は共和国政府に無断で秘密再軍備を開始していた。参謀本部も兵務局と名前を偽装して活動を継続している。ゼークとは有事の際にはエリート軍が 多数の民兵を指導する体制を構想していた。軍事技術の維持を図るため、中華民国やボリビアなどの国への軍事顧問を送るなどの活動も行われ始めた。また、ラパルロ条約の秘密協定によるソビエト連邦との軍事協力が行われたのも、この時期である。1926年10月、ゼイクとは、 皇帝の孫ビルヘルム・フォンプロイセンを式典に招待したことが原因で解任された。軍最大の実力者であったゼークとの失脚後、国防省オットー・オゲスラーは秘密災軍備への共和国政府の協力を求めるようになり、政府側もこの動きに接近しつつあった。1927年8月8日には、海軍のバルターローマン大佐が、フェーブス映画会社に、 海軍の秘密資金から融資をしていたことが発覚し、これが原因となって軍が秘密再軍備を行っていたことが発覚した。ゲスラーは攻撃を受けて辞職し、グレーナーが国防省に就任した。グレーナーは軍が単独行動できる時代は過ぎ去ったと考え、秘密再軍備を政府の公認したものとするように制度を変更した。ただし、 国会に対しては報告は行われなかった。また、総艦運営の建造予算をめぐっての清掃も勃発した。社会民主党は、総甲艦の代わりに子供の給食をというキャンペーンを行って選挙に勝利したが、軍の要求で予算を復活させるという事件も起きた。新たな国家元首となったアドルフ・ヒトラーへの忠誠先生を行う。 共和国軍将兵世界恐慌の後、ドイツ政界の動揺は、より激しくなった。パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領は議会に真を置かず、自らが信任した内閣と、側近による、政治運営を行っていた。この時期、ヒンデンブルク側近の代表となり、強い影響力を行使したのが、国防省官房長であった、クルトフォン・シュライヒーであった。シュライヒャは、グレーナーや、 複数の首相を失脚させるなどしてついには首相となったが折から台頭していた国家社会主義ドイツ労働者党をはじめとする政治勢力やヒンデンブルクの信任を失って失脚した。またこの時期、シュライハーやフランツフォンパーペンらは軍によるクーデターを起こして国会勢力を制圧しようと考えたが軍やヒンデンブルクの支持が得られなかったために実行していない。 いずれにしろシュライヒャーの失脚はヒトラー内閣の成立を呼び込むことになった。政権掌握したチ党には突撃隊という巨大準軍事組織が存在した。海外からは突撃隊が軍事組織であるという指摘もたびたび行われ、アドルフ・ヒトラー首相はこれを口実に1933年10月14日にジュネーブ軍縮会議と、 国際連盟からの離脱を表明している。ヒトラーは突撃隊を軍にするつもりはないと明言していたが、突撃隊幕僚長、エルンストレームらは、突撃隊が新たな軍になる第二革命を目指していた。共和国軍と突撃隊の間では協力関係を構築するための折衝がたびたび行われたが、失敗している。レームは軍にとって変わる意思を捨てず、危機感を持った。 国防省官房長、バルター・フォン・ライヒエナーは、ヘルマン・ゲーリングや、親衛隊に接近し、長いナイフの夜による、突撃隊粛清に協力することになった。この事件では、軍の将官であるシュライヒャーとフェルディナント・フォンブレドも、殺害されているが、ゴムのライオンと評される、ナチス協調主義者であった、ベルナー・フォン・ブロンベルク国防省は、強い反発を見せなかった。 1934年8月にヒンデンブルクが死亡し、ヒトラーが国家元首となると、軍は中世対象をヒトラー個人とする要中世先生を修正している。1935年2月26日には、陸軍総司令部、海軍総司令部、空軍総司令部が設置され、陸海空の三軍が成立した。3月16日、 相当アドルフ・ヒトラーは徴兵制の復活を宣言し、軍は名称を国防軍と変更した。1919年には、スペイン・オランダ・スウェーデン、日本など、比較的中立的かつ生産設備が整った、外国で航空機や、戦車や、潜水艦 U ボートの建造を行った。武装民兵集団に大量の武器を提供して、名目上、 軍の武器にならぬように工作した。軍事演習をソ連で行ったこともある。条約の監視をかいくぐるため、様々な兵器の開発が行われた。重機関銃と軽機関銃を兼ねる、名作汎用機関銃 MG-34、42や、世界初の弾道ミサイル V-2 等が開発されている。またドイッチュランと急走交換も、 条約の制限を逃れる形で作られている。ありがとうございます。